はい、どうも、庶民です。こんにちは、こんばんは。現在が、8月10日10時です。はい、よろしくお願いします。今日はですね、埼玉県警と川口市のお話を少々したいと思います。8月9日にですね、情報提供ありまして、川口に住んでる方がちょっと怖いと。で、どういう内容かと言いますと、こちら、X、埼玉県警警察犯罪情報官、侵入窃盗川口市、8月9日金曜日午前10時頃から短時間の間に末広1丁目地内の一戸建て住宅で火事が留守中に1階の窓ガラスを割られ住宅内から現金が盗まれる被害が発生しましたと。被害に遭わないために補助錠や防犯フィルムなどを取り付けるなどし、不審者を見つけた際は直ちに110番通報をお願いしますと。まあ、こう写真とかついてますけども、でこれ実はね、結構頻発しておりまして、これで8月5日月曜日午前10時頃から翌6日火曜日午後8時頃までの間に上青木4丁目地内の一戸建て住宅で火事が留守中に1階の窓ガラスを割られ住宅内から現金などを盗まれ被害が発生しましたと。でこちらもね、こうご丁寧にこう被害やわないためにってこうね、センサーライトとかを設置するとかして不審者を見かけたら100ともお願いしますと。こちら8月5日月曜日午前0時頃から午前5時頃までの間にって、大和座石上地内の一戸建て住宅で火人が就寝中に1階の無締まりの窓から侵入され現金などが盗まれる被害が発生しましたと。でこちらもね、被害を遭わないために玄関や、窓などね、まあ、うまくちょっと防犯してくれとって言ってますけど、僕ねこれね前から思ってるんですけどね、この埼玉県警のアカウントの人たちって少々ね、無責任だなと思うんですよ。というのは、ご防犯の方法のね、提示はしてくれますけど、この費用って、もちろんその、市から出るわけじゃないしね、補助金とかで。これ実費なわけですよ。あとね、その、犯人とかがね、まあ、捕まったんだったら、ちゃんとね、その、氏名とか国籍とか、全部ね、ちゃんと公開した方がいいと思うんですね。こういう X とかでこう情報回してますけど、それなりにね、多少の特徴とかあるんだったら、日本人なのか外国人国籍っぽいのかとかちゃんとある程度言ってくれないとね、守る方も守れないっつうか警戒のしようがないと思うんですよ。でちゃんと言ってあげた方がよりね防犯対策になると思うんです。じゃあこういう人見かけたらちょっと警戒しようかなとか、でそういうのがないから、俺このアカウントの人たちすごい俺無責任だなと思うんですよ前から。でこれ少し前もね、室外機あるじゃないですか、あれがねこう盗難に遭ってると、今あの辺の近隣でね、これもね埼玉県警がねこう画像を提示してますけど、こうやってねこう窃盗に遭わないようにねこうチェーンとかをしてねこう防犯対策しろって言うんですよ。でそれってもうね言うのはいいけど、じゃああんたらもちゃんとパトロールしてんのかと。だしこれも実費じゃんって。で少し前にあの川口市の市長がね、外国人の子供でそのお金をね国そう足んないからと国になんか要望がなんか出したでしょ。でそういうお金とかはやりくりするくせに、こういうね県民とか、ね、国民の生命財産に関わることに関してはね補助金のほの字も出てこないと。一部でもいいじゃないかと。俺はもうねちょっとね呆れてますよ本当こういうのは。で少し前に連続放火魔の件、あちらはねもう犯人捕まりまして日本人の方でしたけど、ああいう風にしっかりと逮捕とかしたらね、あとテレビでこうまず取り上げないでしょ、こういうのが起きていたらって。こんなに頻発してたら普通使えると思うのにね。だから結局外国人なんでしょってこっち思っちゃうわけよ。埼玉県警今、まあいろいろ大変だと思いますよ。県知事があんな感じだからうまくね機能してない部分もあると思うけど、でもやっぱりねある程度もっとこう国民とか県民がさこう分かりやすいような注意喚起をさしてあげるとかしないと、結局その自分たちの身は自分で守れみたいな流れになっちゃってるし、それはちょっとどうだろうっていうところあるんですよ。でも本当にもう最後に申し上げますけども、県知事があれだから公安委員会が全く動いてないでしょ。それはもう分かるんですけどなしだと思うよ俺は。その外国人はさ取り締まんなみたいなさ、そんなことあるって。はい、というのを、最後に申し上げて今回の動画は終わりたいと思いますけども、もう少しね日本人にちゃんと寄り添ったアクションをしないと不信感しか生まれませんからね。全く期待してませんけどね、市長と県知事には頑張ってほしいと思いますよ。以上です。ご清聴誠にありがとうございました。